光星くん、体調大丈夫？気分が悪かったりしない？うん、もう少しね。先に進まなきゃいけないみたいだから。みんなずっと戦いっぱなしだけど、転校生くんも魔力譲渡しっぱなしで、もしかしたら転校生くんの魔力が尽きちゃうかもって心配しちゃった。見た感じ全然そんな雰囲気はないみたいだけど、きつかったら言ってね。寒暖部でお菓子持ってきてるから。そう、お菓子。こんなところで変だと思う？だけど綾瀬さんがいつもの気持ちを忘れちゃダメだって、シャルロットさんとアイラちゃんもそれがいいって言ったから、だからいっぱい持ってきたんだ。本当にいっぱいで、それが役に立ってびっくりしちゃった。みんなお菓子食べたがるんだ。疲れた時も戦う前も楽園での日常を忘れたくないんだって、こういうことなんだって思った。だから、はい、クッキー食べて。きっとその方がいいと思うから。ちょっと疲れた顔してるよ。ねえ、覚えてる？転校生くんって日本に来た私の最初の男友達。でも結局転校生くん以外の男友達っていないんだよね。グリモアに男子が少ないのもあるんだけど、観覧部でお話ししてるのが楽しかったから、イギリスと日本の橋渡しに来たんじゃなかったのってたまに自分で突っ込んだりしてたの。笑えるでしょ。ただね、みんなでロンドンに行ってレティに会ったじゃない。街も観光してイギリスを好きになってくれて、あの時はグリモアに来てよかったって思ったな。ねえ転校生くん、転校生くんもイギリスのことを好きになってくれた？そしたらね、例えばネテスハイムに留学してみない？レッティもきっと歓迎してくれるよ。うん、私はグリモアでは卒業できないからネテスハイムに帰るんだけど、その時に転校生くんが来てくれたら私嬉しいな。なんて。でも考えておいて、思ったより留学って普通のことだから。この戦いが終わって日本に帰るとき一度寄ってく？魔物退治の疲れ癒して帰るのもいいかもよ。転校生くん、私が何しに来たか分かってるわね。なんともなさそうな顔をしててもダメです。分かるんだから。ほら、袖まくって。っていうか上、脱いで。何恥ずかしがってるの？そんな場合じゃないでしょ？傷だらけ。大きなものはないけど、わかるよ。痛いでしょ。いくら魔力が充実してるって言っても、いつ戦いになるかわからないんだから。ちゃんと手当てはしておかないと。それに、霧が濃いし、あなたに霧が入り込んだなんて、シャレにもならないから。話に聞いてる限りは大丈夫だと思うけど、絶対じゃないでしょ。何が起こったっておかしくないの。こうしてここにいることも含めて。だから、できることは全部完璧にしておきたいの。え？ううん。私は平気だから、前線に立ってるわけじゃないし。他の人より楽してる分、こういうところで、しっかり。あれ？なんだっけ？ちょっと待って、ごめんね。ごめん。少しだけ魔力もらっていいかな？回復魔法使いすぎたかも。あれ？びっくりした！
だって急に転校生くんの顔が目の前に。なんだ膝枕。膝枕？なんで、どうして？気絶？気絶。そっか、やっぱりダメだな。前に怒られて分かってたはずなんだけどね。あなたに注意するような資格なんてないね。ごめんなさい。でも傷の手当てはさせてね。それが私の仕事だから。もう回復魔法の使いすぎなんてしないから。消えてない傷もあるね。この戦いが終わったら本当に休んでもらわないと。うん、本当はもっと早く長い休暇を取るべきだったんだけど、やっぱり頼っちゃってたのよね、私たちみんな。でも任せて、全部終わったら私がつきっきりで休ませてあげる。しばらく自分では何もしなくていいようにね。本当よ、手取り足取りお世話してあげるから。これまで頑張ってきた分ゆっくりしてね。ってまだ終わってないのに気が早いか。でも約束だよ。主よ、我らをお守りください。まあ転校生様、こんな時間にどうされましたか？ええ、こんな時間ですよ。もう22時を回っています。この地は昼夜の区別が曖昧ですが、感覚を忘れませぬよう、私は祈りの時間を決めてありますから忘れませんよ。そうですね。私に言っていただければ、その都度お教えしますね。この後は、ビアンネに報告を行います。リアナを含めた使徒が他の場所から進んでいますからね。生徒会にも密に連絡を取るように言われているものですから。転校生様、ビアンネへの報告が終わった後、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。これ以降は戦闘が激しくなるでしょう。緊張も癒ますと思います。ゆっくりとお話しできるのは今を置いて他にないかと。万が一がないとも限りませんからね。後悔したくないのです。ですからお願いします。私はビアンネの使徒、魔法使いとしての教育はすでに終えています。他の人より年も取っている。ですから私が率先しなければなりません。ええ、もちろん。これは私が勝手に思っていること。何を思い上がっているのかと笑われるかもしれません。しかしそれだけの覚悟をしているとお伝えしたかったのです。この神明は主に捧げており、主の教えに従い魔物を滅するのが使命。魔物の本体がこの地にいるとなれば、私のすべきことは一つ、命を賭しての目標の達成です。私は魔物を殲滅するまでこの地を離れません。それは他の人も同じこと。すでに皆の心は決まっておりますと。ここまでがビアンネの使徒である私の心です。実はもう一人、あなた様やクラスメイトと数年間を過ごした私、学園生としての私は別のことを考えています。皆様で協力すれば何も不可能なことはないのだと。主の恩寵は絶えず我らに降り注いでいるのだと。転校生様、私は使徒であると同時にあなたのクラスメイトです。どうか共に魔物を倒し、世界に平和を取り戻しましょう。人々が真に笑って暮らせる世界を。あれ？転校生？どうして外に出てきたの？
僕がいたからよかったけど、魔物が出たら危ないのだ。見回りの人に用事とかないなら基地の中に戻った方がいいよ。だって君疲れてるでしょ。みんなに魔力たくさんあげてたから。僕だって知ってるよ、君の魔力はすごくたくさんだけど、一気に使ったら一時的な大量消費のせいで、とにかく疲れるってことだから、ご飯食べて寝るある。まさか眠れないから散歩のつもりで外に出てきたとかじゃないよね。よかった。もしそうだったらさすがの僕も怒ってたのだ。でもじゃあなんで出てきたの？僕？なんだ、差し入れに来たんだね。ううん、ありがとう。お腹空いちゃってたからちょうどいいのだ。でもそれなら呼んでくれたら基地の中に入ったのに。そうだ、あのさ、君も食べる？ちょっと食べたら眠くなると思うよ。魔物が来ても平気、僕が蹴散らすのだ。いや、なんでもないのだ。ただこんなところに来てもやってること一緒だなって思って。基地とか見張りとかいつもと違うことばっかりやってるけど、なんだか君といるといつもの学園みたいな気分になるのだ。変なの？ああ、うん、そうだね。みんなちょっと疲れてると思うよ。思うっていうか疲れてるよ。特にカリンね、すっごく頑張ってるけど、もうちょっと僕たちのこと頼ってくれてもいいのだ。転校生もそうだよ。君っていつも平気そうな顔してるけど、僕にはわかるんだからね。君の師匠なんだからなんちゃって。僕が心配してたっていうことカリンには内緒だよ。そうすると心配かけないようにってもっと頑張っちゃうんだ。君もそう思う？よかった、間違ってなかった。ねえ転校生、前に話したこと覚えてる？将来はシャオレンのお店で一緒に働こうって話。僕今も同じこと考えてるんだよ。っていうかずっと考えてた。それでね、魔物がいなくなったらのことも考え始めたんだ。やりたいこととか行ってみたいとことか。君も考えてる？そしたら行きたいところに僕の故郷入れておいてね。約束するある。元気を出したり忙しいやつじゃん。おお、転校時すまんな、つい声が大きくなってしまった。ミナのことでな、ちと苦労しておるのよ。ここに来る前リーダーとして覚悟の宣言をしたじゃろ。それが重圧になっておるようでの、自分の首を絞めてしまっておる。夜に一人で泣いとった時はさすがにどう声をかけるか迷ったぞ。そうじゃ、さすがにみんなの前で弱音は吐けないと思っているようじゃが、わっちは心配じゃ。次に同じところを見たら声をかけるつもりじゃ。いや、お主の手を借りるのはよしておこう。お主に働かせすぎるのもなんじゃし、みなも恥ずかしいじゃろうし。大地、お主この前にみなを励ましたんじゃろ？わっちは知っておるぞ。あまりいいところを持っていかせはせん。今度はわっちの番じゃ。見ておれ、すぐ元気にしてやるからの。お主は、一見平気そうじゃが、
大丈夫か？じーならいいんじゃがの。じーやっぱり疲れとるじゃろう。というかストレス溜まっておるじゃろ。わっちがこれまで何回お主の顔を描いてきたと思っておる。些細な変化でも見逃さないのがアーティストの目というものじゃ。まだ自覚しておらんでも急に体調に来るかもしれんからの。おとなしくしておれ。なんなら子守歌でも歌ってやろうか。子守歌は冗談じゃが、眠くなるまで話し相手になってもよいぞ。本当に冗談じゃ。歌は恥ずかしいやろ。あまり言うと怒るぞ。ではそうじゃな、魔物を無事に倒せた後の話をしようかの。実はな、ほれ時間がある時にここの風景を絵にしておるんじゃ。なかなかお目にかかれるものではないからの。そして帰ったらこの絵を発表するんじゃ。誰も知らない場所、しかし実際にある場所。それをわっちのセンスで表現する。それがアーティストの使命じゃからな。そして一躍有名になって不労所得ガッポガッポじゃ。ふふふ。お主は何かやりたいことあるかの？ずっと誰かを助けてきたじゃろ。やりたいことを我慢しておらんか？魔物さえいなくなれば魔法使いが戦わなくてもよくなる。何でもやれるぞ。お主の望みをわっちに聞かせてくれんかの？そう思うのは贅沢かの？いいではないか。楽しい話じゃ。お主が誰にも話したことのないものをわっちに聞かせてほしいのじゃ。さすがに辛いかな。もうずっとここにいるからテンション下がっちゃうよね。でも私何も心配してないよ。だってお姉ちゃんとお兄さんと一緒にいるんだからね。私お兄さんたちと一緒にいるなら何でもできる気がするんだ。この前偵察に来た時もさ、ちゃんと帰ってこれたでしょ。今回はもっと奥まで来たけど学園のみんなも来てる。だからきっと無事に帰れるって思ってるんだ。やっぱり他の子たちはみんな不安みたいだから、こういう時こそサポート役の出番だよね。今のタイミングね。ここで余裕のある私が元気づけてあげるの。実は散歩部のみんなは結構元気なんだよね。それよりもこれまでみんなを引っ張ってきた人たち、リーダーの立場にいた人たちが辛そうなんだよね。だから元気づけてあげられればって思ってるの。お兄さんどう思う？お兄さんは落ち着いてるよね。それとも頑張ってるのかな。はい、これあったかいミルクティー。さすがに寒いからみんなにお茶を配って回ってるんだ。お兄さんには特製だよ。ほって安心できるの。よいしょっと。私もいただきます。うーん、甘い、おいしい。やっぱり私天才。お姉ちゃんだ。風紀委員の人たちとお話ししてる。これからの作戦を考えてるのかな。うん、一つだけ心配があるっていうとお姉ちゃんのこと。お姉ちゃんも頑張ってるんだ。きっとちょっと無理してる。私には秘密にできないんだよ。うん、後で理由を聞いてみる。きっと私のことだと思う。心配してくれるのは嬉しいけど、私もお姉ちゃんのこと心配してるってちゃんと伝えなきゃね。
兄さんはちゃんと辛かったら言ってね。ノエルちゃんが癒してあげるから。え、どうやってって、その応援してあげる。それじゃあ何してほしいか言ってよ。私にできることだったら張り切ってやってあげるからね。本当だよ。だからね、言ってね。よう、転校生、何やってんだ。見回りね。こんなだだっ広いところでやる意味あるか。ま、好きにしろよ。もう最後のレッスンは済んでるしな。てめえもここで無意味にバテるほどアホじゃねえだろ。だが一人での行動は許さねえぞ。誰か一緒のやつがいないんならあたいがいてやる。魔物が出てきたら風穴開けてやるよ。ここまで来りゃあたいだって何がどうなるかわからねえよ。誰かわかるやついんのか。サイバラなら予知できるか。早く結果を知りてえし、知りたくねえ気持ちもある。てめえはどうだ。結末がわかるなら知りてえか。難しいこと聞いちまったか。いいんだよ、ずるいって自分でも思ってるからな。さすがに悪かった。ここに来て言っていいことじゃなかったな。あたいもストレスがかかってんだ。弱気になってる。他の誰にも言うなよ。エレンにもだ。裏世界のあたいに会ったんならわかるだろう。弱いんだよあたいは。ずっとだ、ずっとずっとずっとだよ。ガキが軍で戦うには工夫がいるんだ。暴れん坊の男どもに囲まれて、ガキも大人もねえ魔物と戦うには、自分も男みたいになるしかねえ。エレンだってそうだろ。あいつもあたいも舐められねえように必死だった。ま、その成果が今のあたいだってこった。虚勢を張ることだけは一人前なのさ。どんな時でもニヤニヤ笑える。他の隊員と同じくらいビビってるってのよ。もう修正だな。なんでこんな話しちまったのかはわからねえよ。てめえには絶対弱みを見せてやんねえって思ってたんだけどな。裏世界のあたいが勝手に見せちまったし、それに多分今が一番のタイミングなんだろう。きっとこの戦いが終わったらもうこんなことを話すチャンスはねえからよ。霧がなくなって復興が始まる。未来のことしか話さなくなる。だから今じゃねえかなって思ったんだ。さっきも言ったが、てめえのことはあたいが守る。だからてめえは全員を連れて行け。体質だけじゃなくてな。そうするだけの力があるんだ。てめえがピンチになったらあたいが代わりに死んでやるからな。